今社長がその今回採用という部分に関してはですね、ここで伺いたいんですが、最もその採用に関して力を入れていらっしゃること、どういうことでしょうか。業績の方もですね、順調にいってるんですけど、ただ単に売り上げ上げる、利益を上げるということではなくて、やっぱり魅力的な人間に社員の人たち一人一人が、僕も含めてですが、なっていこうということに力を入れています。で、やっぱりこう社会性がやっぱりなければですね、その企業が存在している価値が、ありませんので、福岡の中で一番明るくて、そして社会性がある会社になっていきたいなというふうに思っているので、その辺に賛同してくれる人と一緒に仕事したいなというふうに考えています。社会性というところはもう少し砕いて、学生さんにもうちょっと分かりやすく表現すると、社会性、明永社長の考える社会性ってどういうものでしょうか。簡単に言うと、こう人のお役に立つことですよね。ですから、ただ自分が儲かればいいということではなくて、皆さんのお役に立てることをしていくということです。だから、お金儲かるけどあんまり役に立たないみたいなことはできる、あ、もうしないようにしていこうというふうに、考えています。営業っていうのをやっぱりバリバリこなす社員さんが多いのか、それともどうなんですか。社風としてはどんな社風なんでしょうか。今会社の体制としてはですね、ガリガリのその体育会系営業会社なのか、それともなんていうかすごいスマートにコンサルティングでバーッとやっていく営業タイプなのか、どんな社長からご覧になって、自分の会社の社員たちというのはどういうキャラクターでしょうか。明るい体育会の系の感じの子が多いです。どちらかというと、ただ、僕、ただそこにやっぱりコンサルティング的な要素がないと、お客さんにとって魅力はないですので、当然お客さんのニーズに応えていけるように指導をしていっておりますけど。なるほど。明るく体育会系でありながら、かつコンサルティングもできる社員さん。なるほどですね。ちなみに女性社員さん、その内側で営業のサポートをしたり、内勤をしたりする女性社員さんのキャラクターというのはどういう方々が多いんでしょうか。女性社員はですね、もうどちらかというとおかんが多いですね。世話好きで優しくて、おっとりしててっていうような、こう心配してくれてみたいな子が多いですね。男性がどんどん外に回って、女性が中でおかん役をすると。非常に家族的な会社なんですね。明永社長のこの明治産業さんが今、福岡市中央区博多区を中心に賃貸管理の物件が7000室、これかなりの数だと思うんですが、これっていうのはどのようにして増やしていらっしゃったのか。明治産業自体で増やしてきた部分もあるんですが、昨年、昔はリックス黒木ですね、今リックスというんですけど、を、昨年、買収しまして、吸収合併しまして、ディックスが持っていた部分と合わせて、7000戸ということになっています。リックスさんの管理された物件というのは、明治産業さんが吸収合併されたんですね。そうです。100%ですか。100%ですね。そうなんですね。それじゃあ、合算で7000物件そうです。を今管理されていると。日本全体でトレンドで見ると、その人口がこう減少してきているとか、そういう社会的そのトレンドの影響とかっていうのは、この事業っていうのはいかがなんでしょうか。影響すごく受けるんですけど、福岡の場合は幸い、これからも人口増えていくというふうな予想、予想通りになるかどうか分かりませんけど、予想されてますので、日本の中でも福岡と東京については増えていくという予想になってますので、今のところ問題ではないんじゃないかなと思ってますけどやっぱりね。その人口増とか人口減の影響というのは如実にやっぱり受けるものですか。受けますね。その中で、やっぱりこの明治産業さんがその賃貸という部門、ガスという部門とかで、この先やっぱり生き抜いていくためのですね、大きな武器とか強みっていう部分っていうのはどういうところなんでしょうか。そうですね。一軒一軒のですね、不動産管理について言えば、一軒一軒のビルの、特徴とかですね、強みをですね、しっかり把握して、細かく把握しているというところですね。
同じ場所でも同じ町内でも道路一本隔てるとまた違うロケーションになってきたりとかですね、はい、ありますし、そういうことを細かく一件一件把握していっているということは強みになると思います。はい、わかりました。最後にこのカウ TV のインタビューをご覧になっているですね、はい、視聴者、主に20代、30代の若い方が多いんですが、はい、そういう方々に向けて、はい、ぜひ力強いメッセージをですね、はい、カメラに向かって、ぜひいただければと思います。はい、僕もこう会社の経営やってきてですね、24年やってきて、いろんなことにこだわるのはいいことではあるんですけども、実際はどうでもいいことにこだわってるんですね。もう本当になんか人のせっかく助言してくれてることを、いや俺はそういうの思わないとかですね、いろんなつまらないこだわりってたくさんあって、そういうのを捨てて素直な心で人の話を受け入れたりですね、行動してみたりするとやっぱりうまくいくことが多いんですね。だから素直な心を持っていろんなことにチャレンジしていっていただければいいんじゃないかなというふうには思いますね。なるほど、はい。いや、今日は本当、秋永社長、大変貴重なお話を、20代の頃から現在に至るまでの何か事業の変遷と聞かせていただきまして、本当にお忙しい中、ありがとうございました。ありがとうございました。